俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそ。はい、ということでね、新宿に来ておりますね。人出がねめちゃくちゃ多くなってきましたよね。新宿にはねよくレコ掘りに来てるんですけど、まあこの狩りの後はね二郎行っちゃうかということで、新宿にはね2つの二郎があるんですけど、今回はね久々にあっち行くかということで、はい、OK、レッツゴー、ヒロミ。一歩じゃねえよ。はい、ラーメン二郎新宿おたき橋通り店はですね、写真は OK ですが動画は NG ということなので、今回写真とね、イラストでお送りします。ね、イラスト、はい、久しぶりにね来てみたらねいろいろ変わっていました。はい、はい、これイラストですね。前はね裏メニュー的な存在だったねつけ麺がね券売機にね表示されておりましてね、以前はねラーメンの食券を買って食券をカウンターに置くときね100円をね一緒に置いてつけ麺でーとね伝えればまあよかったわけですけどね。はい、これでね注文しやすくなりましたね。そして、なんか今はね、食券買ったら一旦外に出るみたいなんですね。はい。並んでいる時にね、店員さんが食券回収しに行きます。ね。これはね、以前はなかったですね。仲間内もできましたからね。はい。で、呼ばれたら入店ということで、ね。はい。ということで、カウンターで待ってるとね、でっけえ丼がね、なんか目につくわけですよ。あれはね、大二郎用のね、丼で。はい。おたじさんはね、昔から台の上のね、大二郎という、ね、メニューがありましてね。二玉以上のね、申告制なんですよ。はい。大食いの人ならね、まあ、コスパ最高なんですけどね。はい。とてもね、大二郎なんで無理なんで、ラーメン1000円ね、しました。で、今回全増しということで。おたじさんはね、油増しにすると、液体油か固体油を選べます。まあ、自分はいつもね、固体油なんですけど、はい。野菜はね、まあデフォだとね、それほど多くないのでね、まあ野菜増しはした方がいいかなと思いますね。で、シャキでね、野菜自体のね、味付けあまりないんですけど、ちょっと上からね、返しのようなものがね、かかっておったりしますね。で、豚はね、デフォで2枚で、まあ、まずまずのボリュームのね、豚が乗っかってますね。で、脂身がね、結構多いんですけど、これがね、結構甘みがあってですね、意外と、まああっさりという感じで、味付けもね、なんかちょうどよくってね、美味しい豚です。はい。で、おたじさんのスープですね。スープはね、めっちゃくちゃ美味しかったんですよ。ね、若干の甘みがあってですね。この色味からね、わかる通りですね。だしよりもね、返しのね、醤油味がね、強いという、そういう印象で、まあ、辛めにしてね、自分としてはね、そしてまあ、ベストの濃さかな、みたいな。はい。で、まあ、そして麺はですね、まあ、かなりのね、この、ね、色がね、濃い色味がついておりまして、で平打ちの太麺で、もうこれ極太麺でね、言っていいぐらいの太さでして、このね、極太麺完全に自分好みですね。で、麺の味も濃くて、つけ麺がね、やっぱりこちらおすすめになりますね。で、今回久しぶりにね、来たんですけど、こんなにね、うまかったっけって思うぐらいのね、なんか印象を受けまして、前からね、まあ美味しかったんですけどね、美味しさをね、再確認したというかね、バランスがね、すごくいいんすよ。で、ジロらしいね、尖りもあってね、で、自分の中のね、おたじ株急上昇ということで、はい。全体の量は、ジロの中ではね、少なめじゃないかなと思うんですよね。前はね、そういえば台を頼んでましたね。多分ね、台でも麺量は 300g ぐらいじゃないかな、なんてね。なのでね、初心者の方にもね、おすすめですね。味もね、間違いないので。そう。ね。そして、おたじさんはね、ビールもあるんですよね。はい。一度ね、二郎でね、ビールってね、やってみたいんですけど、まあ、酒ね、そんなに私強くもないんでね、もうラーメンだけで必死なんで、とてもね、ビールなんてね、考えられないですよね。もぐもぐさくらちゃんとかね、羨ましいですね。よくあれね、あんなにね、飲めますよね。はい、というわけで、ごちそうさまでした。今回もう一発、別の日なんですけどね、渋谷に行きましてね。はい。そしたらね、こちらね、
あの、東急百貨店、55年続いたらしいんですけど、まあ、なんか1月をもってね、閉店ということで、私知らなかったんですよ。で、まあ、2日ぐらい前に来たんですけどね、寂しいっすね、非常に。で、まあ、この日はね、夜ライブを見にね、こちらのね、チェルシーホテルというね、ライブハウスに行ったんですけど、まあ、ライブハウスにはね、数多く私行ってるんですけど、こちら初めて行きましてね、元エビスマスカッツの吉沢ゆきちゃんのね、ソロワンマンライブをね、見に行ったんですけど、ゆきちゃんのね、愛想はゲッスーって言うんですよ。ゲッスーね。なぜゲッスーなのかというとね、そのものズバリ、下水からです。ね。女の子に下水ってね。そしてライブの後はね、決まりの池袋のラーメン、豚山さんへね、行きまして、この日はね、限定トッピングのね、豚山流肉団子なんていうのありまして、もちろんね、注文しましたよ。はい。で、ラーメンとね、一日限定の肉団子ということで、はい。そしてね、この肉団子はですね、めちゃくちゃうまかったんですよ。はい。一個なんてね、少なすぎたなと、もうあと2、3個をね、食べたいななんてね、思ったりしたんですけど、で、いつものようにね、ライスも注文しまして、ライブ見る前ってね、基本何も食べないんですよ。で、見た後はね、だからめちゃくちゃね、腹が減ってるんですけど、夜遅くまでやっていて、それでね、年中無休で、がっつりラーメンとね、ライスが食える。そしたらね、豚山さんしか勝たんということでね、胡椒もかけるってもんですよ。はい。うん、でもね、なんか物足りないんで、こうやって酢もね、かけちゃったりとかしてね、なんだ、ラーメン豚ライスなんてね、ものをなんか作っちゃったりとかしてね。酢はね、まあ気休めみたいなもんですよ。はい。で、まあこの後ね、黒ウーロン茶もね、飲みますけどね。まあね。はい。ということで、まあガンガン行きますよ。それはね。お腹減ってるし。で、このラーメンもね、ラーメンマニアのね、まあ、評価っていうのはね、そんなにね、高くないかもしれないんですけど、でもね、ライブの後食べるにはね、やっぱりこれぐらいのね、ラーメンがね、ちょうどいいんですよ。はい。ガチガチのね、二郎系でなくてね、普通のラーメンじゃね、私物足りないんでね、本当にね、こうやって、しかも気軽にね、食べられるし、だけどね、もうやっぱりある程度ガッツリ行きたいということでね、ということはもう豚山さんしか勝たんということでね、はい、それでこちらもごちそうさまでした。ということで、はい、このチャンネルね、面白いなと思った方は、いいねボタンとよろしければチャンネル登録をね、お願いいたします。というわけで今回はこの辺で、さよなら、バイチャ、登録もよろしくね。